新ビデオチャンネル始まりました。ショーです。本日は FTM の当事者インタビューとしてゲストをお招きしてます。じゃあ自己紹介お願いします。ヒョウです。ケイです。うざすぎそれは。年齢を教えてください。今は21歳なんですけど、早生まれなんで22の年です。21歳です。はい、若いな。10個違うんだよ。ね、確かにやばいよね。はい、じゃあ出身地は岡山県です。同じ岡山県です。え、友達なの？前の職場が一緒でした。あ、はい、そういうことね。なるほど。じゃあ職業を聞かせてください。運送の仕事をしてます。同じ職場でまた働いてます。ずっと一緒。ずっとついてくる。え、じゃあ氷河が稽古を誘ったみたいな感じ？僕も誘ってもらって誘いました。うん、あ、なるほどね。いつトランスジェンダーだと気づきましたか？3人兄弟の真ん中で上も下も男なんですけど、僕はずっとなんか、え、自分も一緒じゃないみたいな思ってて、うん、幼稚園の先生が女の先生だったんですけど、まあ、初恋その人で、はい。なんかもうずっと女の子が好きだったんで、普通の友達と違うなとはずっと思ってました。僕は小学生の時に、1年生の時ですけど、初恋が女の子で、うん、ずっと好きで、でそこからなんかずっと僕は男だなと感じてて、で、中学の時に女の子が好きになって、いろいろ携帯とか調べてて、このトランスジェンダーってなのかなって思って続きました。トランスジェンダーだと気づいた時に何か葛藤みたいなのはありましたか？やっぱりその家の中でやっぱ女が一人っていうので、親にバレたらまずいっていうのを隠すのに必死でした。僕も親に一緒です。隠すのに必死なのとか、友達とかも周りからの評価っていうのがすごく気になって、そしたら親へのカミングアウトはいつした？ちょうど成人式の前なんで、20歳の時に僕はしました。この間か。そうですね、僕も20歳、手紙でやりました。あ、手紙で、はい、今日は何で？僕も手紙でやりました。なんで手紙っていう選択をしたの？まあ、言葉が一番いいと思うんですけど、ちょっとさすがに言葉では言いづらかったんで、自分の字で伝えようと思って僕は手紙にしました。僕は実家で暮らしてなかったんで、置き手紙をしてやりました。なるほどね。学校へのカミングアウトはしたことがある？僕は学校はないですね。じゃあ職場へのカミングアウトは？前の職場は言ってないですね。前の職場は同期だけです。じゃあここは知ってた？ここは知ってました。で、今の職場入る時にはもう面接の時点で言って？あ、そう。まあ、それでも受け入れてくれたってことだもんね。そうですね。じゃあ現在の治療状況を教えてください。僕は今ホルモン注射と、あとついこの間胸オペが終わりました。僕はホルモン注射だけです。そう、オペはまだしないです。氷河は下のオペはどこでやる？本当は同時考えてたんですけど、うん、ちょっと6月行こうと思ってたのがコロナで行けなくなっちゃったんで。じゃあ落ち着いたら行こうかなって感じ？そうですね、落ち着いてから行きます。ケイ君もじゃあタイで？タイで。タイでオペするなら術式はどれがいいって考えてる？僕は内視鏡で考えてます。うん、僕は術式で考えてます。なんでそれは、お互いなんであれなの？僕はやっぱり傷がそんなに目立たないっていうのと、うん、まあ、お金が僕が出せる範囲かなっていう。ケイ君は？僕は親がまず傷残ることが多分嫌だと思うんで、だから傷が残らない術式を考えてます。なるほどね。どの道痛いよ、切るから。確かに。でも内視鏡は生理痛のちょっと重い感じ、どの道中は切ってるから痛いのはいない。で、胸オペの時麻酔大丈夫だった？あ、もう全然大丈夫です。でも全然大丈夫だったんだよね。痛かったけど、別に吐き気とかも全然なかった。ちょっと難しいかもしれないんだけど、はい、トランスジェンダーで良かったなって思うことありますか？良かったなって思うことは、やっぱりトランスジェンダーだったからこそ今こっちに出てこれて、うん、まあ、いい先輩に出会えたことですかね。僕は色んな目線で人を見れるってところがいいところだとは思います。普通に生まれたいっていうのはありますけど、でもいろんな人に出会えたっていうのは本当にいいことだなと思います。素晴らしい。
だってさ、トランスジェンダーじゃなかったらさ、要はさ、ここも合ってないわけだ。そうですね、繋がってないですね。それもきっとご縁なんだろうな。じゃあインタビューは以上になります。今回ゲストに来てくれた氷河とケイ君の、Twitter とインスタを概要欄に貼っておきますので、皆さんどんどんフォローしてください。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。